はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、花のアイプチーノーズシークレット。皆さん、花アイプチー知ってる方いらっしゃいますか？整形とかをしないで鼻を高くできるやつだそうです。まあ僕が知ってるものといえば、まあ目のアイプチですね。ここに乗り付けてやるんでしょ、あれ。こうで、この鼻アイプチは海外で作られて日本に上陸したようなんですよ。今日はその鼻アイプチ、まあ、鼻アイプチっていうのか分かんないですけど、やってみましょう。おお、かっこいい。ほい。あー、こういうふうに鏡がついてるわけね。はい、何やらいろいろ入ってますね。これでワンセットですかね。これを鼻に入れるってこと？これで、これは押し込むやつで、これよく見るとサイズが違って、こっちちっちゃくて、こっちはちょっと大きい。これちっちゃい方なんですけど、縦にするとまあ分厚くはないですよね。結構薄い感じだよね。これは大きい方ですけど、まあ結構大きい気はするな。はい、これがね、現在の水筋の鼻の高さです。この鼻にこれこう縦に入るわけですよ。大丈夫かって話だけどね。よし、やるぞ。やるぞ。これを入れるわけでしょ。こんなのどういうことこれ。ちょっと待って、普通に鼻の奥に行っちまうって話だよ、こんなの。あ、いた！入った！入った！取れんのこれ、怖いんだけど、取れないんじゃないこれ。なんか奥まで行っちゃったのに。これ放送 NG じゃないですかね、これ。今微調整しました。どうですか？こっちね、高くなってるでしょ。よっしゃ、この勢いでいくぞ。大体縦に入っただけだっつうの、これ。これさ、ただ鼻をじってる人にしか見えないんですよね、多分。肌から見たら、これ何なんだこれ。しかも奇跡的にさっきできたけど、こっちでできないんだよね。確かにね、ちょっとこう高くなった気がします。うん、さあ、いかがでしょうか。いやー、どうなんでしょうか。確かにね、若干鼻は高くなってるとは思います。ただね、違和感 100% って感じ。痛い、ちょっとなんか喋るたびっていうか、鼻をふんってなるたびに、ね、痛いんだよね。こうなっちゃうよ、なんか痛い。痛っ。一日中つけてるのは僕は無理ですね。痛い、もう痛いです。毎日つけるのはね、これ無理だと思います、これはね。しかも何かの拍子でスポーンとかなんか出たら困るもんね。しかもそれか間違って吸っちゃってさーみたいな、なんか奥に刺さって痛いみたいな。まあね、例えばね、特別な日なんか記念写真もどうしても決めたいという人はまあいいのかもしれないけど、いや別にこの商品を批判はしないですけど、別にしなくていいんじゃないかなと思うけどね、僕は。普通の顔でいいじゃないかね。まあ今ね、ネットでは話題らしいので、気になった方はチェックしてみてもいいかもしれません。はい、僕最近はね、もうとにかくコーヒー好きですから、常にコーヒーは飲んでます。で、何飲んでるかっていうと、これだ。こちら、最近コーナーですね。これは僕が普段飲んでるコーヒーです。これはね、札幌行った時に買った宮田屋っていうお店のキャニスターですね。キャニスターってコーヒー入れる容器のことなんですけど、これコーヒーの粉入ってます、引いたやつね。でもちなみに中身はスタバのコーヒーですね。で、よく飲んでるのがこのスターバックスのハウスブレンド、それからこれはね、エスプレッソだね。で、これがね、スタバのコーヒーフィルターですね。で、このスタバの、ドリップのやつを使って、コーヒー落としてます。これね、結構いいんですよ。耐熱だからね、あったかいのももちろん落とせます。で、このままもう冷蔵庫入れて冷やしてアイスコーヒーも飲めちゃうっていうね。いいですよ、これ。で、あとコーヒー落とすのめんどくさいっていう時は、もう超簡単にできるこれですよ。普通のインスタントね、ネスカフェゴールドブレンド。こっちは普通のインスタントコーヒーで、こっちは、スティックタイプ、より簡単です。もうこれはね、もうミルクとシュガー全部入ってますから、もうこれサッと入れればもう完成です。まあ他にもね、コーヒーあるんですけど、よく飲むのがこの辺りですね。
ということで、また次回の正金 TV でお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォン、その他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。